来日初登場したタイガースの新しい助っ人マースとクレイグ、甲子園でのデビュー戦となった今日は1回ランナー2塁のチャンスでまずクレイグ打ってクレイグとスタンドは声援を送りますがライトフライに倒れます。ならばと続くマースへは頼んマースへとさらに大きな期待がかかりますがノースリーから打って出たマースはレフトフライ、ランナーを迎え入れることができません。一方ドラゴンズはタイガース先発の竹内に抑えられていましたが5回絶好調のコールズが3試合連続の13号ツーラン、これで先制したドラゴンズは6回にも大砲がホームランダービートップに並ぶ22号ツーランを放ち得意のホームラン攻勢で4対0とリードを広げます。ゼロ更新のタイガースは8回ノーアウト2塁1塁からピンチヒッター平尾のタイムリーで1点を返すと星野監督は先発の前田から孫へスイッチします。しかし孫は9時にタイムリーを打たれるなど2点差に詰め寄られ3番手の北野にマウンドを譲ります。そしてワンアウト満塁でバッターはマース、しかしセカンドゴロに倒れ1点差まで追い上げながらも敗れたタイガース、期待の新外国人ほんまに頼んマースへ。このカープになんとか食いついているのは2位のドラゴンズです。このドラゴンズ対戦するのは未だ新外国人選手の効果が現れているのか現れていないのかタイガースです。甲子園球場です。首位のカープに離されないためには勝ち続けるしかない辛い立場のドラゴンズは1回立浪がタイガース先発の川尻からタイムリーツーベースを放ち今日も先制点を奪います。さらに2アウト2塁から音がセンターへ弾き返しますが新庄がこのスーパーバックホームでタッチアウト、ピンチの川尻を新庄の強肩が救います。タイガースは2回2アウトから満塁のチャンスをつかみここでピッチャー川尻がドラゴンズに移籍後初先発の内藤から逆転の2点タイムリー、バットで好返球の恩返しをします。これで内藤はノックアウト、勢いのついたタイガースは2番手佐藤からも和田がタイムリーヒット、5回には3番手孫から新外国人のマースがクリーンヒットでチャンスを作ると関川がうまく三塁線を破ります。さらに檜山も続き6対1、今日は効果的な点の取り方でタイガースが連敗を4でストップ、勝ってよしではないと言いながらも笑顔の藤田監督、一方ドラゴンズは4連勝でストップです。中日の先発は前回の阪神戦で完封した山本、5回に突然乱れます。セリーグ新記録の1イニング3つのワイルドピッチ、阪神にワンヒットで1点を許します。2アウト3塁2塁となって4番マース、山本の甘く入った変化球でした。マースの来日初の長打で阪神この回3点を先制します。1点差に追い上げられた阪神は7回、もう一人の新外国人クレイグが見せ場を作ります。中日3人目の平沼から貴重な追加点となるタイムリーヒット、阪神は新加入の両外国人選手の活躍で挙げた得点を薮閣里の投手リレーで守りきり中日に連勝しました。ようやく1軍に合流した広沢ですがしばらくは代打専門となる様子、とはいえ頼れる長距離砲の復活は何よりの好材料、この勢いで連勝を伸ばしていきたいジャイアンツですが先発の牧原がいけません。1回いきなり和田にこの一発、先頭打者ホームランを浴びてしまいます。さらにヒットのランナーをセカンドに置いて3番クレイグ、このクレイグにもタイムリーを打たれ牧原はいきなりの2失点。しかし好調ジャイアンツ打線も松井のこのセンターオーバーのツーベースヒットなどでワンアウト2塁3塁のチャンスをつかみ4番の落合、こちらは見事技ありの2点タイムリー、2対2の繰り出しへと戻ります。この後は目下4連敗中の牧原を助けるべくセカンド高村がこんなファインプレーを見せるなどして2回3回と阪神を0点に抑えていくんですが、4回、今度は阪神期待の新外国人、これが5試合目となる4番のマースに来日初ホームランとなる弾丸ライナーを叩き込まれこれで3対2、依然調子の上がらない牧原はまたも阪神のリードを許してしまいます。もうこうなると投手にちぐはぐなジャイアンツ、6回には6番清水のこのフライでワンアウトなのにセカンドのマスクがなぜかホームへと突入します。もちろんこれはダブルプレー、マックはアウトカウントを1つ勘違いしていたのです。しかしジャイアンツ打線は7回、
今度は7番西のレフトオーバーのツーベースからワンアウト三塁とチャンスを広げると、ここでミスターは牧原に変え福王を代打に送ります。そしてこれがドンピシャリ当たりました。ジャイアンツ執念で3対3の同点に追いつきます。ところが延長に入っての10回、ジャイアンツはまたもディフェンス面が崩れてしまいました。まずはワンアウト一塁でダブルプレーに仕留めたはずが、河合はもたつきチェンジにできません。この後河野は満塁とピンチを広げて降板。すると4番手岡田はまさかまさかのワイルドピッチ。これで阪神に再び1点を勝ち越されると、3番クレイグにはこの投球、東部へのデッドボールということで岡田は退場処分となりました。この後さらに1点を失ったジャイアンツですが、10回の裏最後の最後で粘りを見せました。ツーアウトながら2塁3塁で一打逆転のチャンスをつかんで、バッターは代打広沢。しかしここは見逃しの三振。広沢は自らの復帰に花を添えることができず、ジャイアンツの連勝は3でストップしています。亡くなったとはいえ、まだまだジャイアンツはネバーギブアップ。2回ツーアウトからランナーをセカンドに置いて8番の村田。いつもならば点を取れずに終わってしまうこのシーンでしたが、今日は一味違っていました。続く3回にもやはりツーアウトからの攻撃。まずは3番松井のこの当たり、高々と上がった打球はセンターバックスクリーンへと一直線。今シーズンの第19号ホームランで点差を 2点と広げると、この後も落合そしてマックの連続ツーベースヒットでさらに1点、これで3対0。ツーアウトからのこの粘りが今日のジャイアンツに流れを引き寄せました。1点を返された後の4回、フォアボールの西がタイガース湯船のワイルドピッチで一気にサードを落とし入れると、この後1点を加え、なおも残るツーアウト3塁のチャンスで河合。ここでもタイムリーが飛び出し5対1。まさに野球はツーアウトから。こうなるともうおせおせのジャイアンツ。5回にもツーアウトからフォアボールの清水がすかさず盗塁を見せセカンドへ、そして続く西はセンターへ。これはセンター木山の好返球でタッチアウトとなりましたが、戦う姿勢を十分にアピールした場面でした。一方投げても先発の木田が6回までを1失点と抑える好投を見せていましたが、7回いきなり先頭木山に左中間を破られるツーベースヒットを許すと、続く4番マースの打球をなんとセカンド高村が蹴飛ばします。この間にセカンドランナーがホームイン、これで3点差。なおもノーアウトのランナーを残し、ミスターも少し考えたこの場面でしたが、ここから木田が見せてくれました。見事3者連続の三振で木田はこのピンチを切り抜けます。そんな木田の好投にその裏、またもやツーアウトから清水がこのタイムリー。今日のジャイアンツは実に6点中5点までもがツーアウトからの得点でした。そして9回ツーアウト、木田が平塚をサードゴロに打ち取り、5月30日以来の勝ち星かと思われましたが、ここでサード西がよもやの悪送球、木田もがっくり。ランナーはセカンドまで進みましたが、これもご愛嬌。最後は河合ががっちりと掴んでゲームセット。木田がヒヤヒヤしながらも堂々の完投。これで7月は4勝1敗、打線でも粘りの出てきたジャイアンツに第3次ロケットスタートの予感です。5月、今日のタイガー